全悪の悲願は、ドイツ人哲学者、フリードリ・ヒニーチェの著書。副題は、将来の哲学への助曲となっている。1886年に書版が発行された。全著、ザラトゥストラは、こう語ったでのいくつもの考えを取り上げ、さらに詳しく述べている。全著では明るく、生を肯定していたが、本書では、高度に批判的、論争的なアプローチへと変えている。 過去の哲学者たちが道徳性について考察するときに批判的感覚が欠けていた疑いがあることと、とりわけ、キリスト教の諸前提を盲目的に受け入れていたことを、ニーチェはこの善悪の悲願で非難している。代表的な対象は、カント・ルターである。本書は、伝統的な道徳性を廃止進むという意味で、善悪を超えた領域へと進む。 伝統的な道徳性をニーチェは破壊的な批判にさらすわけである。その批判をするときニーチェが支持するのは感覚主義やモラリズムであり近代的個人の危険な状態等と衝突することを恐れない積極的なアプローチと自らみなすものである。ビゼー、スタンダールを称賛している。ありがとうございます。